と原発ゼロの政治へ大きく変えましょう。本日はこの場を借りして、放射能汚染水を海に流すな、ロシアは直ちにウクライナから撤退せよ、核兵器の使用は許さない、再生可能エネルギーへの転換で原発ゼロの未来を訴えさせていただきます。しばらくの間ご協力のほどお願いいたします。またアルプス処理水の海洋放出に反対する署名、原発を廃止し再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定を求める署名をお願いしています。署名へのご協力をお願いいたします。それではただいまから弁士を紹介いたします。まずはじめに全国労働組合総連合副議長の川村義信さんです。川村さん、よろしくお願いします。新宿駅西口地下ご通行中の皆さん、こんにちは。今お話ありましたように、私ども原発なくす全国連絡会でございます。今この場所で原発ゼロ基本法制定求める署名と、原発事故汚染水アルプス処理水の海洋放出に反対するこの2つの署名を皆さんにお願いをしています。ぜひご協力よろしくお願いをいたします。皆さん、福島の原発事故から11年が経ちました。未だにふるさとに帰ることができない被害者が8万人を超えていると言われています。原発事故の収束の目処すら立っていません。帰還困難区域などには放射線量が高くて、未だに人が立ち入ることもできない、こういった事態です。この原発事故の被害者の方々、なぜ原発事故が起こったのか、国は安全確保義務を果たしていたのか、この裁判を戦ってまいりました。最高裁は6月の17日、仮に地震の長期評価の想定に基づいて対策、防潮堤を設置していたとしても、想定外の地震規模、津波であり、事故を回避することができなかったとして、国の責任を認めない判決を下しました。原発がひとたび事故を起こせば、とんでもない甚大な事故を引き起こす危険を抱えていることは、アメリカのスリーマイルと旧ソ連のチェルノブイリ原発の事故によって明らかです。日本でも地震や津波による電源喪失の問題が国会で追及されてきました。2002年には阪神・淡路大震災の教訓も踏まえて、政府が設置した地震対策本部が巨大津波を伴う地震の可能性を長期評価として出しました。にもかかわらず、東京電力と国はこの地震津波対策に対して電力会社の利益最優先で何らの対策を取らずにやってきた。皆さん、これが実態です。今回の判決、3人のうち2人の多数意見として出されましたが、1人、三浦守裁判官は反対意見を表明し、国と東京電力が原子力基本法や電気事業法のなどの法令に従って真摯な検討を行っていれば適切な対応を取ることができ、事故を回避できた可能性が高いとして国の責任を認めました。皆さん、原発事業者はもちろんのこと、国は原子力基本法や電気事業法によって、万が一でも原子力発電所の事故を起こさせないための規制権限が与えられているんです。国による原発事業者に対する監視と指導は当然のことです。しかし、どうでしょうか、皆さん、今年5月北海道の泊原発に対して札幌地裁は運転差し止めの判決を下しました。
何が理由か。北海道電力が泊原発における津波対策を十分に行っていない、だから運転は行ってはならないと判決を下した。福島事故、原発事故から11年経っても未だ原発事業者は安全対策に本腰を入れていない、このことが明らかになっているんです。それに対して国も原発事業者に対する規制権限も行使せずに安全対策を怠ってきていることを認めている。皆さん、こんなことが続けば再び福島原発の事故がどこかで起こってしまいかねない、このことを私は強く訴えたいと思います。今電力の逼迫が声高に言われ、自民党や日本維新の会は原発の再稼働を叫び、原子力規制委員会に対して規制を緩和しろなど圧力をかけていますが、とんでもありません。電力不足は今に始まったものではなく、自民党公明党政権の怠慢失政によるものです。気候危機打開するためにも世界各国が再生可能エネルギーに転換をしています。日本には自然エネルギーが満ち溢れています。太陽光、そして風力、これは全てただなんです。石炭や原油、ウラン、天然ガスなど多額の費用を払って輸入する必要はなくなるんです。再生可能エネルギーの転換と省エネによって CO2 の排出を2030年までに大幅に削減することを強く求めたいと思います。そのためにも原発事故に対する国の責任を明らかにさせ、被害者への救済とともに再稼働の中止、再生可能エネルギーの抜本転換を求めようではございません。今この場所で原発ゼロ基本法の制定を求める署名、皆さんに呼びかけています。ぜひご協力お願いします。皆さん、政府と東京電力は原発事故で発生している汚染水、来年の春から太平洋に放出するとしてその工事を進めています。アルプスで処理をしたから本当に安全なんでしょうか。海海域環境への影響全くないんでしょうか。そんなことはありえません。全国漁業協同組合連合会、全漁連は絶対反対を表明し、福島県内や東北地方の自治体なども反対決議が上がっています。関係者の理解を得ることなくして、いかなる処分も考えていない、この約束を反故にしての海洋放出は断じて認められません。皆さん、この原発事故の汚染水、毎日毎日140トンもの汚染水が発生をし続けていることをご存知でしょうか。東京電力や政府はこの対策を棚に上げて海洋放出を強行しようとしていますが、仮に汚染水の発生を止めなければ、未来永劫海洋への汚染水の放出が続く、こんな環境破壊絶対に許す先には参りません。今地学団体研究会のチームの皆さんが、この地下水の発生流入を止める具体的方法を科学的に提案をしています。海洋放出ありきでなく、まずは地下水の流入を止める、そして地上でのタンク保管を継続して、トリチウムの原子核を減少させていく、この方向に政策転換求めようではございません。今このアルプス処理水の汚染水の海洋放出許すなと、この署名を皆さんにお願いをしています。ぜひご協力をお願いをいたします。皆さん、ロシアによるウクライナ侵略戦争4ヶ月が過ぎました。攻撃は激しさ増し、子どもたちや市民の犠牲も増え続けています。国連憲章や国際法に反した侵略戦争、直ちにやめることを強く求めたいと思います。同時に、このロシアの侵略戦争で明らかなように、
戦争が始まれば原子力発電所が標的となること現実のものとなりました。日本には廃炉作業も中も含めると53基もの原発が沿岸に設置されています。この原子力発電所がミサイルで狙われれば放射の放射性物質がまき散らせることが懸念される。現在の設備で避けられるとは考えていない。これは原子力規制委員会の更田豊志委員長の見解です。原発は戦争だけでなく大災害などで停電が長期にわたればたちまち福島の事故が発生する危険があります。原発と人類は共存できない。福島の原発事故とロシアの侵略戦争がこのことを私たちに示していると思います。ドイツは6基の原発をこの年末までに全て止めること、廃止することを決定をしています。この日本でもできないはずはありません。日本でも原発をゼロを実現する、そのためにご一緒に力を合わせることを呼びかけさせていただいて私のお伝えとします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ただいまの訴えは全国労働組合総連合副議長の川村義信さんでした。新宿駅ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは労働組合をはじめ平和、女性、農業団体などで構成している原発なくす全国連絡会です。この場所をお借りしてアルプス処理水の海洋放出に反対する署名、原発を廃止し再生可能エネルギーに転換する原発ゼロの基本法の制定を求める署名をお願いしています。署名へのご協力をお願いいたします。続きまして農民運動全国連合会事務局次長の藤原麻子さんの訴えです。よろしくお願いいたします。新宿駅西口地下広場ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは原発をなくす全国連絡会です。ただいまこの場所で原発ゼロへ目指し、原発を廃止し再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定を求める請願署名、そしてアルプス汚染水の海洋放出やめよう、この2つの署名に取り組んでおります。ぜひ足を止めて1分間だけ私たちの署名にご協力いただけないでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。さて皆さん、東京電力福島第一原発事故から11年が経ちました。本当に元の町に戻れない人々がいまだに約108万人とおられ、福島の困難は続いています。その中で今電気の供給量が大変だからと、この暑さの中皆さんもコンビニとかデパートなどでも電気が消されていて、少しいつもより不自由な思いをされている方もいらっしゃると思います。その中で今日もこの暑さです。この暑さの中でやはり電気の供給量が足りないからという理由で原発の再稼働進めたらいいんじゃないかという声がありますよね。そのことに対して私は先ほども言いました通り、いまだに8万人も福島に戻れない状態が続いているのに、また同じような事故が起きたらどうなってしまうのか、そのことをきちんと向き合っていない中で原発を再稼働する、それを推進するということに対してやっぱりきちんと流れされてしまってはいけないと思う気持ちでいっぱいなんです。私は農民なので、あの 3.11 の時原発で汚染された
野山、畑、人々の営みすべての壊されましたが、その中で私たち農民は放射性物質が除去される前から私たちの生業を続けていくために、放射線量の高い畑や田んぼに入り、そして自ら土を除去し、そして今の11年という月日を経ているんです。一度壊されてしまったものを再び取り戻すことがこれだけ困難なのか、11年経っても私は未だに回復されていない福島の現状を軽々しく忘れてはいけないと皆さんに訴えたいんです。だからこそ今日この場所で私たちが取り組んでいる署名、どうしてもこの署名にご協力いただきたいんです。4年前当時の立憲民主党、共産党、それから、社民、自由党の野党4党が共同し、原発ゼロ、再生可能エネルギーへの転換を目指す基本法案を国会に提出しました。しかし自公与党のこの政権はこの法案に対してきちんと向き合わず、一度も審議されることなく廃案となってしまったんです。私たちが声を上げれば必ず政治を動かす力は働きます。それと同時に潰す力も働くでしょう。だからこそ私は今皆さんにもう一度訴えたいです。11年前の福島の事故を忘れた形で、忘れてはいない記憶の中にはあるんだけれども、それをなかったかなのことのように、今この電力供給不足という中で原発を推進する、それだけはやめてほしいんです。そして汚染水を海洋放出することでまた新たな悲劇を多くの国に与える、この汚染をですね、ぜひ止めていただきたい、そのことをお願いいたしまして、私からのスピーチを終わらせていただきます。どうぞ ご署名にご協力ください。ありがとうございます。ありがとうございました。新宿駅ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは労働組合をはじめ、平和、女性、農業団体などで構成する原発をなくす全国連絡会です。本日はこの場をお借りして、放射能汚染水を海に流すな、ロシアは直ちにウクライナから撤退せよ、核兵器の使用は許さない、再生可能エネルギーへの転換で原発ゼロの未来を訴えさせていただいております。次にお話する弁士をご紹介いたします。原水爆禁止日本協議会、前川史郎さんです。新宿駅西口をご通行中の皆さん、こんにちは。私は原水爆禁止日本協議会の前川と申します。ただいま原発をなくす全国連絡会のメンバーが皆さんに2つの署名をお願いしております。1つはアルプス処理水の海洋放出に反対する署名、そして原発を廃止し再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定を求める署名です。少しのお時間で結構ですので、足を止めて署名にぜひご協力をよろしくお願いいたします。さて、私は原水爆核兵器をなくす国連認証 NGO で仕事をしています。皆さん、今核兵器は世界で禁止されました。核兵器禁止条約という国際条約が
でに発行しています。批准国は先日66になりました。核兵器をなくす世界の流れは決して後戻りしない、そういう力強い勢いで今批准国が増えています。先日はオーストリアの首都ウィーンでこの核兵器禁止条約の第1回締約国会議が開催されました。そこで採択をされたウィーン宣言は、この核兵器がなくなるまで私たちは歩みを止めないだろう、このように結んでいます。核兵器をなくすことは国連の第一義的な目的です。広島と長崎に77年前にたった一発の原子爆弾がアメリカによって落とされました。たった一発ずつの原爆は広島市と長崎市を一瞬にして廃墟に変えて、かろうじて生き残った人々、救援のために現地に入った人々、被爆させ、今もその苦しみは続いています。この核兵器による被害はずっと続くものであり、これが悪魔の兵器と言われている理由です。この核兵器が今世界中に1万2000発以上の存在している、これを一発でも一発残らずなくすために、この核兵器禁止条約が発効しています。しかし皆さん、唯一の戦争被爆国、戦争で原爆を使われた国日本がこの核兵器禁止条約に入っていないことをご存知でしょうか。そればかりか、核兵器禁止条約に反対をしている、これが日本の現実です。皆さん、岸田首相は広島一区選出の国会議員です。ことあるごとに、私は広島出身です、核兵器をなくしますと言っています。しかしやっていることはアメリカの核の傘、核兵器に安全を守ってもらうということをして、核兵器禁止条約にも背を向け続けています。先日のウィーンの核兵器禁止条約第1回締約国会議にも代表を送らず、同じ時期にアメリカと核兵器をどうやったら使えるかっていう話し合いをしていたんですね。やっていることが完全に真逆です。唯一の戦争被爆国のリーダーとして、岸田首相には核兵器禁止条約に真っ先に署名し、国会で批准をする、このことが求められていると思います。皆さん、この今私たちが原発ゼロを求めて署名を集めていますけれども、戦争と平和、そしてこの原発の問題はまた大きな関係があります。ロシアがウクライナに無法な侵略を始めたときに、真っ先にチェルノブイリ原発が占領されました。このこと一つとってみても、原発と戦争平和の関係は大きく関連があるということが言えるのではないでしょうか。今岸田政権が行おうとしている敵基地攻撃、そういう能力を持とうとすることは、アメリカがどこかで戦争を始めたら日本の自衛隊がそれに参加できるというものです。そんなことになったら日本が戦争に巻き込まれますよね。そうすると日本の原発攻撃対象になる、占領対象になる、これはウクライナを見ても明らかではないでしょうか。そんな危険な原発をさらに再稼働する、ありえないことだと思います。
皆さん、今この暑さの中、電力が逼迫していると毎日のように言われています。そうだったら原発を動かしていいんでしょうか。私は違うと思います。原発に代わるエネルギー、これが再生可能エネルギーということで、この日本の風土に適したエネルギーとしてすでに存在しています。それを使わないで原発を動かすっていうのはどうしてなんでしょうか。これは原発を動かすことによって利益を得る人たちがいるからです。私たちはそんな利益、お金のために私たちの人生、そして健康、命、暮らしを犠牲にするようなことに手を貸したくはありません。だからこそ今私たちが訴えている原発を廃止し、再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定を求める署名にぜひご協力ください。そして東京電力福島第一原発事故から11年、今も福島に戻ることができないたくさんの人たちがいます。そして原発は今も汚染水を作り続けています。その汚染水を海に放出しようとしている、これも環境を大事にするという面から見ても絶対にやってはいけないことだと思います。このアルプス処理水の海洋放出に反対する署名にもご協力をお願いして、私のスピーチとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお話は日本原水爆禁止日本協議会の前川志郎さんでした。皆さんこんにちは。私たちは労働組合をはじめ平和、女性、農業団体などで構成している原発なくす全国連絡会です。東京電力福島第一原発事故から11年が経ちましたが、元の町に戻れない人たちは約8万人もいらっしゃいます。いまだに福島の困難は続いているのです。そして政府と東京電力は原発事故処理水を海に流すと言って、このままでは原発事故の被害はさらに広がるばかりです。またロシア軍によるウクライナ侵攻はもとより、核兵器使用をほのめかし原発攻撃を行ったプーチン大統領に断固抗議します。自民党の幹部や日本維新の会によるウクライナ問題に乗じた核兵器の共有、核シェアリングの発言も見逃すことはできません。原発ゼロ、核兵器のない社会を改めて求めたいと思います。4年前、当時の立憲民主党、共産党、自由党、社民党の野党4党が共同して原発ゼロと再生可能エネルギーへの転換を求める原発ゼロ基本法案を国会に提出しました。しかし自民、公明の与党がこの法案の審議を拒否し、一度も審議されることなく廃案となりました。福島を苦しめ原発に固執する自公政権に審判を下し、福島の真の復興と原発ゼロの政治へ大きく変えましょう。本日はこの場を借りして放射能汚染水を海に流すな、ロシアは直ちにウクライナから撤退せよ、核兵器の使用は許さない、再生可能エネルギーへの転換で原発ゼロの未来を訴えさせていただいております。ご協力のほどしばらくお願いいたします。またアルプス処理水の海洋放出に反対する署名と、原発を廃止し再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の制定を求める署名をお願いしています。ぜひ足を止めてご協力をお願いいたします。それでは次の弁士をご紹介いたします。婦人民主クラブ会長の山田ひろ子さんです。山田さんお願いします。皆さんこんにちは。私は婦人民主クラブの山田と申します。婦人民主クラブは1946年の3月、まだ戦争の傷も癒えない荒れ果てた大地の中から
女性たちが集まり誕生しました。以来戦争はもう二度とやってはいけない、起こさないという決意のもと今日まで活動してきました。今日は原発ゼロを目指す全国連絡会の皆さんとともに、皆さんに原発のない社会、平和な社会を築くためにもご協力をよろしくお願いしたいと思います。一つはアルプス汚染水処理、この汚染水処理水を海洋放出にするということが閣議決定され、その準備が進んでいます。しかし福島の皆さん、また漁業従事者の皆さん、そして全国の私たちも含めてみんなが汚染水を海に流すなと運動をしております。漁業関係の皆さんは県議会での議論があっても俺たちは絶対許さないと固い決意のもと、自分たちのなりわいが本当に自然の海で成り立つよう、そういう努力を今しております。私たちは福島の皆さんがこの11年間苦労を重ね、それでも再興して、暮らしていこうという、そういう努力の中、それに冷たい水を浴びせるような汚染水を海洋放出する、海に流すということは絶対許してはいけないと思います。今日は皆さんにアルプス汚染水処理海洋放出反対の署名を行っております。まだまだ間に合います。どうぞ皆さんの大きなお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。また先日6月の17日最高裁が福島原発で避難を余儀なくされた人たちが東京電力と国を相手に裁判を起こしました。その4つの裁判訴訟が最高裁で判決が下されました。東京電力の責任はどれもが認める中、国の責任はないという判断です。でも先ほどのお話にありましたように、この最高裁判決の中でお一人三浦裁判官は反対意見を明確に述べ、この福島原発事故は国策の上にあり、そして2002年に大きな地震があった場合の想定する対策を取るべきだという報告もある中、それを国も東電も怠ったということで、今回の原発福島事故が起きたということを明確に言いました。私たちはここにとても希望を見出します。やはり運動を進め、事実をもって知らせていくことが大きな力になるということが分かったことでした。どうぞ皆さん、11年を経ち今なお多くの方たちが避難をし、また福島の中で苦労しながら生活をしている人たちの思いを寄せ、福島原発事故、国の責任でしっかり補償し、その原因究明をしていく、そういう立場に立って立たせるよう運動も進めていきたいと思います。もう一つ、私はこの今年になってウクライナの問題、それから日本が憲法9条を改憲し、そして核も持つまでの論議が自民党、公明党、維新の会などから今出てきております。こうした動きを絶対止める、そのためにもみんなで力を合わせていきたいというふうに思います。今日は
暑い中ですけれども、どうぞ皆さん署名にご協力くださいますようよろしくお願いいたします。ただいまのお話は婦人民主クラブ会長の山田裕子さんでした。新宿駅ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、こんにちは。私たちは労働組合をはじめ平和、女性、農業団体などで構成している原発をなくす全国連絡会です。東京電力福島第一原発事故から11年が経ちましたが、元の町に戻れない人々は約8万人、いまだに福島の困難は続いています。さらに政府と東京電力は原発事故の処理水を海に流すとして、このままでは原発事故の被害さらに広がるばかりです。またロシア軍によるウクライナ侵略はもとより、核兵器使用をほのめかし原発に攻撃を行ったプーチン大統領に断固抗議します。自民党幹部や日本維新の会によるウクライナ問題に乗じた核兵器の共有、核シェアリングの発言も見逃すことはできません。原発ゼロ、核兵器のない社会を改めて求めたいと思います。4年前当時の立憲民主、共産、自由、社民の4党が野党4党が共同して原発ゼロと再生可能エネルギーへの転換を求め、原発ゼロ基本法を国会に提出しました。しかし自民公明の与党がこの法案の審議を拒否して、一度も審議されることなく廃案となりました。福島を苦しめ原発に固執する自公政権に審判を下し、福島の真の復興と原発ゼロの政治へ大きく変えていきましょう。本日はこの場をお借りして、放射能汚染水を海に流すな、ロシアは直ちにウクライナから撤退せよ、核兵器の使用は許さない、再生可能エネルギーへの転換で原発ゼロの未来を訴えさせていただきました。またアルプス処理水の海洋放出に反対する署名、原発を廃止し再生可能エネルギーに転換する原発ゼロ基本法の署名を、基本法の制定を求める署名をお願いしています。残り少ない時間ですが、ぜひ足を止めて署名のご協力をお願いいたします。皆さん、原発事故汚染水の海洋放出を許さず、原発に依存しない再生可能エネルギーへの転換を目指す原発ゼロの未来へ、ご一緒に声を上げていきましょう。そしてロシアのウクライナ侵略やめろの声を大きく広げましょう。このことをお願いして、この場での訴えを終わらせていただきます。長時間にわたりご協力ありがとうございました。